みなさんこんにちは。みなずまエデュケーションのひなきっきゃです。りんです。みなさん、 N2 の言葉って実はそんなに難しくないんですよ。だってベトナム語の発音に似てるのがたくさんあるんです。今日はそれらについてご紹介したいと思います。じゃあ頑張りましょう。治療、ベトナム語で治療、日本語は治療、治療。観察、ベトナム語で観察、観察、うん、観察、うん。ちょうだい、ベトナム語でちょうだい、ちょうだい、うん、ちょうだい、ちょうだい、ちょうだい。発音してみて、ちょうだい。正しい。オッケー。うん。管理、管理、めっちゃ似てる。そう、管理、管理。国家、ベトナム語で国家、似てますか？似てます。国家、国家、うん、正しい発音。ベトナム語の国家は知ってますか？分かんない。じゃあ教えてあげる。うん、ランクワンベナムリーベナムリーちゃんと無理無理。態度、ベトナム語で態度。同じや。同じですね。態度、態度。独断、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 独断。ひなきさんは独断で決めますか？はい、私はいつも独断で決めます。そうなんですか。暗殺、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 暗殺。天然、天然、天然、天然。日本では周りのことあんまり気にしない面白い子、そういう子を天然な人って言うんだけど、ベトナム語もある？ちょっと待って。ラグエア、ホニエン、ホニエン、ホニエン。うん、ふーん、そうなんだ。ラグエホニエン、ラグエホニエン。ちょっと待って。楽観、楽観、似てる。めっちゃ似てるね。うん、楽観、楽観。ひなきさんは発音してみて。トイラグイ、楽観。おー、楽観的な人。うん、うん、オッケー。悪意、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 悪意。うん、同じ。悪意、悪意、うん、うん、私ら。悪意。破産、破産、破産、破産。同意、同意、同意、同意。はい、同意します。はい、同意します。合ってますか？ザ・同意。あ、ザ違います。トイ・同意。あ、トイ・同意。うん、はい、同意します。うん、トイ・同意。トイ・同意の意見こば。うん、意見こば。あ、うん、意見。うん、同じだね。うん、うん、準備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 。似てる。似てるね。うん、準備中、準備中、準備中、準備、準備、準備、備、うん、合ってます。準備中、準備できましたか？準備中。豆腐、豆腐、豆腐、豆腐。好きな食べ物は？豆腐、豆腐。制度、ゼロ、制度、ゼロ。言ってみて。ゼロ、ゼロ、制度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 。合ってますか？ OK。 年代、年代、年代、年代。これ一番似てる。そう、年代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 。皆さん似てると思いますか？結局、結構、結局、結構。
似てる、うん、結局は、うん、よく日常会話で使われるよ。そう、うん、じゃあちょっと例を教えてくれない？例えば何回も何回も彼氏と喧嘩して、うん、ああ結局別れちゃった、ああ結局は、あもう一回もう一回結局別れちゃった、結局別れちゃった、合ってる？うん、あ合ってる、うん、改革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 、似てる、改革、改革、改革、コード、カード、コード、カード、似てる？似てる。発表、発表、発表、発表。リンさん、結婚発表はいつですか？一生、無理かな。結果、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 めっちゃ似てるね。うん、結果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 、うん、結果、結果、結果。最後、同感、鈍感、同感、鈍感。発音してみて。鈍感。ちょっと違います。鈍感、鈍感。鈍感、感、うん、同感、うん、鈍感。日本語だったらさ、うん、同じ気持ちって言いたいときに、うん、同感同感って言いますよ。同感同感、うん、例えばね、リンさんがスンドンかっこいいって言ったら同感同感、スンドンかっこいいよね、うん、って感じ。あ、わかりました、うん、じゃあ、皆さん N2 の言葉覚えられましたか？ベトナム語の発音に似てるから覚えるのはとっても簡単です。頑張りましょう。頑張りましょう。じゃあ皆さん、この動画の高評価とチャンネル登録と、みんな友達にシェアお願いします。お願いします。バイバイ。バイバイ。